か最初はすごい緊張してたんですけど、なんかお姉さんたちが大きいジャンプとか綺麗なジャンプを飛んでいて緊張してたんですけど、やっているうちになんかお姉さんたちが話しかけてくれて楽しいなって思いました。なんか手の使い方とかリーレックの使い方が綺麗だと思ったので、そういうところを真似していきたいなって思っています。全く違う環境の中で練習していて、なんか面白いなって思ったりしました。なんかいつもはなんかちっちゃい子たちとかがいるんだけど、こういうところに来ると大きいお姉さんばっかりなので、すごい緊張したり面白いなって思っています。なんか指先まで綺麗にやることとか、フリーレッグをちゃんとチェックの時にフリーレッグを上げるとか伸ばすとか言われました。なんかチェックとか指先が綺麗に伸びたり、指先がなんか綺麗になったりしているので、そういうところを真似していきたいなって思ってます。ブラケットの時になんか姿勢が綺麗だねって言われました。132か3ぐらいです。何センチぐらいまで伸びたいですか？135ぐらい意外と控えめですねなんか B の2年目だったから、次は伸びせないので、もっと大人っぽい演技とか綺麗にできるように頑張りたいと思ってました。あと綺麗なジャンプを飛んだり、4回転とかトリプルアクセルが飛べるような選手になりたいです。宮原選手と浅田真央選手です。浅田真央選手はなんかトリプルアクセルとか綺麗に飛んでいてすごいと思うところと、宮原さんは表現力がすごい上手なので、そことかを真似したいです。今年の全日本でいい結果を出して、全日本ジュニアに推薦してもらえるように頑張りたいです。